第1回カプリティオ、そうだよアホだよイエイ。どうも、古川です。エディです。以上です。リコです。最強クイズ集団カプリティオチャンネルです、よろしくお願いしま す。さあ、今回はですね、僕たち30代がドハマりした V6 さん出演の学校バラエティ学校に行こうの人気企画、ビーラップハイスクールから生まれたユニット軟式グローブさんのクイズに挑戦していただきます。懐かしい。確かに軟式グローブとは、当時大人気だった小室哲哉さん率いるユニットグローブの替え歌で一世を風靡したコンビで、メンバーはボーカルの小池さんとラッパーのパークマンサーさんの2人からなります。このパークマンサーさんのそうだよアホだよというラップが当時の女子中高生にめちゃくちゃ流行ったわけです。まあ、今でいうトップ YouTuber みたいな人気だったわけです。まあでも本当そんな感じだったね。そして今年、なんと軟式グローブさんが再結成して TikTok などに新ネタを上げてらっしゃいます。そうなんだ、エースおめでとうございます。直撃世代の我々としては祝わないわけにはいかないということで、今回はクイズをやってみようということで、祝い方がわからん。確かに。さあ、僕がですね、パークさんが実際に放送で歌っていたラップの部分を歌います。最後のオチのワンフレーズを皆さんはホワイトボードで回答してください。パークさんが放送で言ったフレーズが正解となりますが、肝の部分が合っていたら細かいところが違くても正解にしたいと思います。なるほど。で、正解した方には1ポイント差し上げます。結構独特なので、一回ですね、例題をしてみたいと思います。では、参ります。あれは中2の夏休み、彼女に浴衣を縫ったのさ、キモいと突き返されたので、で、ここで止めます。で、その後になんちゃらなんちゃらなんちゃららという風になって、アホだな、そうだよアホだよとなるのが、まあ、いつもの定番なんですが、まあ、七五調みたいになってるわけです。そうですね。ちなみに今の問題は皆さんわからないと思うんですけど、でちょっと回答発表します。はい、お願いします。あれは中2の夏休み、彼女に浴衣を縫ったのさ、キモいと突き返されたので、飼ってるチワワに着せましたちょっと待って、そんなやつだよ、発想がすごい飛躍した急にチワワで、面白いですね。今聞いても面白いですね、やっぱり飼ってるチワワに着せたんだよ例題がちょっと難しいんですけど、もう少し当たりそうなやつを用意してきたので、では実際にやっていきましょう。よいしょ、はい。参りましょう。第1問。ででん。白田優くんがめちゃ言ってくれるやつ。ででん、ででん、ででん。ドゥ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 。しゃべくりで俺がやったやつね。では行きます。願いは絶対叶うもん。そういうセリフが泣けるぜ、ハニー。プレゼントの箱開けたらば。お考えください。どうぞ。はい。はい、しろ。では行きます。プレゼントの箱開けたらば。びっくり箱だよ。オーマイガー違うけどいいですよ。すごくいい。そういうテイストです。はいはい。パークさん、そういう感じの笑いやつ、ね。そう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 。はい、あ、AT、行きましょう。プレゼントの箱開けたらば、産地直送、カニタラバータラバガニのこと、カニタラバって言ったら、タラバガニでいいんだよ、別に。タラバガニでいいだろ。開けたらばだから、韻を踏んでたりはしない。あー、まあ、そういう場合もありますね。開けたらばと、カニタラバが生まれてたんで。そうそうそう。はい。よいしょ。行きましょう。プレゼントの箱開けたらば、箱から箱だよ、マトリョシカー違います。違いますか。そうね、何個もこう層になるんですよねマトリョシカみたいなやつ。でもまあまあ、そんくらいくだんなくはあるよ。あ、そう、うん、願いが叶うっていうのは、はい、含まれてるわけですね、どっかにね。で、願いは絶対叶うって言われて、プレゼントの箱をもらって開けたんですね、はい。おりこ、じゃあ行きましょう。プレゼントの箱開けたらば、あの世に行きます、ほなさらば何爆弾とかガスとかかなとにかくは死を思う。なるほど。リコのやつ遠からずですよ。マジ。ああ、そういうことか。死んでくれみたいな願いだったのかな。じゃあ何を渡すかな。でもそうだよね、うん、リコ行きましょう。プレゼントの箱を開けたらば、猫が生きてたらシュレディンガーシュレディンガーの箱だよあの、生きてたんだったらシュレディンガーの箱じゃないからねシュレディンガーの猫ね。あ、そうだ、シュレディンガーの猫ね、うん、生死が不明だからシュレディンガーの猫だ開けたら確定するから生きてたってなっちゃってるAD 行きましょう。プレゼントの箱を開けたらば、ジャオ印刷国立派言いたいだけ。殺そうとしてる国立派、ブワーッ綺麗がはめれたんだよ、こんな感じ。違います。
すごい語呂いいけどね。魔界の炎を召喚した。まあまあ、でもそのくらいの殺意はちょっとあるかもしれないね。ああ、そう。じゃあ、はい。じゃあ一緒に行きますか。はい。プレゼントの箱開けたらば、カミソリ10本入ってたー。あー、いいですよ、いいですよ。そういうことなんですよ、学校以降の笑いっていうのは。はいはいはい。テイストは一番近いと思いますよ、それが。はいはい、はい。俺、カミソリ被ったんだけどさ。プレゼントの箱開けたらば、カミソリ爆弾5000組被ってただけです。エディ、じゃあ行きましょう。プレゼントの箱開けたらば、俺の顔したわら人形。あー、なるほどね。これはねー。よし、正解しました。近かったんですけど、はいはいはい、まあちょっといっぱい書いてたのでね、ちょっと判断迷ったんですが、うん、正解は、願いは絶対叶うもん、そういうセリフが泣けるぜハニー、プレゼントの箱開けたらば俺の人形に五寸釘。おー、なるほどね、正解。ちょっとね、惜しかったですけどね。ね、殺したい願いが叶うという。そういうことがあったんですね。ということで、エピを見事でございました。1ポイント差し上げましょう。当たるもんですな。当たるもんですよ。ね、はい、このくらい当たってれば丸になるというか。なるほど、ね、はい、はい、いけるわ。では、次の問題いきたいと思います。おい。それでは参りましょう。英語を話せる人が好き、彼女がそんなこと言うもんだから、慌ててスクール入ったら、お考えください。どうぞ。英語を話せる人が好き、彼女がそんなこと言うもんだから慌ててスクール入ったら、はい、あ、じゃあ一緒に行きましょう。慌ててスクール入ったら、ノバじゃなかったアビバだよ。違う、パソコン教室だった。あ、そうそう、間違えちゃった。なるほど、まあ、勘違いして入っちゃったみたいな、ね、うん、テイストはすごいパークさんっぽい感じ。このぐらいだったな。あー、わかるわかる、すげえわかる。あれかな、こういうのもあったから。はい、はい、じゃあ一緒に行きましょう。慌ててスクール入ったら、生徒が全員馬でした。そうね、あの、馬に育てられた設定みたいなのあったからね、パークさんね。あとなんかそういう小梅太夫さんみたいなテイストもちょっとあったんじゃないかな。先生がチンパンジーだった的なね。小梅さんっていうところね。わかるよ、そういうのある。どっちも惜しくはない。うーん、そうだね、方向性ちょっと違うかな。じゃあ入れていきましょう。慌ててスクール入ったら、教師5人に俺1人いいよいいよいいよ、いいねいいね。まあやっぱりこう女運がねーっていうことなんだよね。はいはい、分かった分かった分かった。じゃあ行きましょう、リコ。慌ててスクール入ったら、そもそもアフロは対象外。ドレスコード的なやつだよね。パクさんアフロだ。こういう勢いあった気がするから。これ確かにパクさん言ったら俺笑うと思うわ。対象の小の字違うけどな。あ、そっか。本当になんか女運がないよっていう、そのアホだな、お前女を追っかけ回してまたドジしてるっていう、こっちがね、この後来るわけだから、女でこうちょっと厳しいことがあるっていう、はい、そんなことあるかよとはちょっと思うけどな。これこっちを、はいはい、行きましょう。慌ててスクール入ったら、ベッカム好きなだけでした。いいねいいね、いいいい、しかも時代もね、その当時のみたいなね。じゃあエディ行きましょう。慌ててスクール入ったら、アイボントゥーマンベリーマン習得したそうだって、どうなったんだよそれ。スクール入ったらそうだったのそれ、どうなったのそれは。いいでしょそれ、それでその程度の英語しか話せない。そうだアホだなに繋がるよな、アホにはなったんだ。第2話満たしたな。パークは勘違いをした。見上げみたいな。見上げちゃう。パークは、ね、勘違いは全然してないです。パークは本当に英語が話せる人が好きと言われたから、じゃあ英語を話せるようになろうと思って、ちゃんと本当に英会話スクールに入ったんですよ。そこで驚いたみたいな。スクールの中が重要。中というか、スクール自体。はい。ああ、わかったわ。ないとこ分かるな。やっぱな。言い方なんだよ。こんな企画で分かった。じゃあ、入れていきましょう。慌ててスクール入ったら、マジで惚れたぜ、ノバウサギ。目移りしちゃったのね。あ、まあ、だな。違う違う。じゃあ面白いけどね、時代的には。合ってる。ノバウサギ。女を追っかけ回してドジしてるというか、彼女がね、そんなこと言うもんだからだったのに、もう女って本当にあれだよなっていう感じでしょ。へえ。女っつうのはこんなとこだなっていう。あ、そう。英語を話せる人が好きは大事。てかまあスクールに入るっていう方が大事。はい、うん、はい、一緒に行きましょう。
慌ててスクール入ったら彼女が敬遠してましたこれも完璧ですね。やった、はい、正解は英語を話せる人が好き、彼女がそんなこと言うもんだから慌ててスクール入ったらなんと彼女が敬遠しちゃう。はい、見事正解でございました。すごすぎ、壺買わせるみたいなことですね。違う、せめてまあ彼女の親だとかでいいから。そうそうそう。彼女自身が経営者である必要はない。確かに。でもこちらが分かりやすいバカだからこういうね言い回しなんですよね。はい、ということで1の正解でございます。やったぜ。すごい。当たるもんですね。さあ、次の問題なんですけれども、これはですね、途中まで読み上げて、うん、そこでですね、皆さんに一度だけ回答を書いていただいて、一斉に上げていただきます。急に。これもうサービス問題なんで、はいはい、1回しか上げれないですけど、当たったら2ポイント。おー、2!2! はい、2ポイント。2! ただ、それだけ難しいと思ってください。あ、そう、サービス問題なのに。まあ、当てれたら、すごいっていう感じで。はい、これね、長々とあんまやりたくないから、まずバシッと回そういうのあるよね。はい、難しい。はい、はい、はい、行きましょう。じゃあ、得点2倍、チャンスでございます。はい、それでは参りましょう。私のお気に入りは浜マイク。彼女がそんなこと言うもんだから慌てて文化祭呼んだのさ。お考えください。はい、私のお気に入りは浜マイク。彼女がそんなこと言うもんだから慌てて文化祭呼んだのさ。これ浜マイクっていうのは当時放送していたドラマの主人公。シンさんっていう。あ、そうですね。シンさんって浜マイクのことですね。この後パークさんは何と言ったでしょう。これは結構難しいですが、もう当たったらすごいので。はい。1回しか書いてできない。1回しか書いてできません。何回もやりたくないっていうふうな、こういうことなのかな。じゃあ書きます。きつ。さあ、それでは回答出揃いました。では、順番に聞いていきましょう。2個からいきたいと思います。それでは参りましょう。私のお気には浜マイク。彼女がそんなこと言うもんだから慌てて文化祭呼んだのさ。用意ができないピンマイク。なるほどね。はい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 。浜マイクからのピンマイクになりますね。はい、では石野行ってみたいと思います。慌てて文化祭呼んだのさ。浜は浜でも MC 浜。はいはい、まあわかるよ、間違って呼んじゃったパターンのやつね。やってそう、はいはいはい、では AT 行きたいと思います。慌てて文化祭呼んだのさ。その日来たのは原大だー。すげえ違うな。多分マイク呼んでるのに、やっぱり勘違いして、原大ださんやってるからね。はいはいはい。そういうことなんだよね、でもね、この番組っていうのは。TBS だしな。じゃあ、正解を発表したいと思います。はいはい。私のお気には浜マイク。彼女がそんなこと言うもんだから、慌てて文化祭呼んだのさ。ハフ、ダダダダ、フォーでした。いや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 、おかしいよ。なんで当たると、サービス問題そうだ。サービス問題。やめろ、ほんと。自分が笑ったやつだとちょっとダメだよ。パークさんがセリフ忘れてしまって。何も言うことなくなって。フォーって言いながら、画面外に消えてた。時間を返してくれ、この、ね、ね、まあ、当たると思って、まあ、忘れてなかったら、言ったのをかければ正解なんですが、ちょっとね、ちょっと残念、さすが難しい問題ですね。正解なしということになりそうですか。サービスとはね、ね、惜しかったな、全員ちょっと、ね、いやいやいや。さあ、それでは次の問題いきたいと思います。えい、はい、では参りましょう。あれは去年の文化祭、彼女のクラスはたこ焼き屋、俺にできることないのかと。お考えください、どうぞ。文化祭で彼女がたこ焼き屋をやってて、パークさんは俺とか役に立ちたいというん、ことないかなと思って、ここに当たる。はい、大将に行きましょう。俺にできることないのかと。ハフッダダダダフォー。確かに2回は犯してないんですよ。たこ焼き食ってたんですよ。熱い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 。はい、行こう、行きましょう。俺にできることないのかと。アフロに割り箸刺したのさ。あ、いいね、いいね、アフロいじってくるね。全然プラスになってないかしら。割り箸。はい、来週に行きましょう。俺にできることないのかと。タコ漁行ったらクラーケン。すっごいわ。北欧の伝説の伝説のいかがなんかあれは。タコの言ってクラーケンがいますから。そうそうそう。材料とかは揃ってたんじゃないかな。
あ、なるほどね。物を買うとかそういうことじゃない。はい、まあ、出ていきましょう。俺にできることないのかと思って覚えたメラゾーマー火力火力として 焼かせてくれるってことだよね。違うわ。これはね、文化祭あるあるというか、はいはい、たこ焼き屋じゃなくてもね、もう模擬店出してるよみたいなところがポイントでしょうね。はい、これいいっすね。外れてるときみんな出ていきましょう。俺にできることないのかと代わりに出したよ、剣弁を。正解。え、いや、マジで、マジで、お見事。信じられない、素晴らしい。あ、模擬店やる人ってそうか、剣弁を、ね、出さなきゃいけないってことですよね。正解は、あれは去年の文化祭、彼女のクラスはたこ焼き屋、俺にできることないのかと代わりに剣弁差し出した。正解でした。完璧ですね。ありがとう。すげえ。そっか、これは俺ひらめかない。やいや、これはすごい。というところで終了。得点はリコ0点、石野1点、 AT2 点で優勝は AT です。ダダダダフー。はい、ということで軟式グローブ再結成記念ということでやらせていただきました。リコ、いかがでしたか。パークさん、ちょっとアフロイーズにすいませんでした。でも今でもね、アフロのカツラをかぶってもう一回活動してるんで、ね、そのトレードマーク、はい、はい、ネタ見て勉強しております。はい、いやもう B ラップ世代だったので、懐かしい、こういうのあったねみたいな気持ちを取り戻せて、すごいおもろかったし、やっぱ今また聞いてまた面白いっていうのがね、あるんだよね、なんていうか、すごいよ ねずっとおもろいからね。そうそうそう。で、クイズにもなってていい企画だなと思いました。パークさん、本当に再現おめでとうございます。さあ、そして優勝した AT ですが、まあ、ちょっと僕申し訳ないですけど、その元ネタの番組見てなくて、やっぱりパークさんのネタがすごいですけど、通じるものをですよ。今日知ったことでね、そうです、ちょっとパークさんのネタちょっと見てみようかなと。TikTok や TikTok からの Twitter 自身の天才などが載ってたりするので、うん、皆さんぜひパークアンサーさんをフォローしてですね、新ネタどんどん見て、たくさんの応募していっていただければと思います。以上、本日のカブリテでした。高評価、チャンネル登録、Twitter のフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。いやこだな。